おはようございます。わっさー。サクッと短いけど。今日は朝からコーヒーと青汁。入間とグローでチル。何を考えることもなく朝を迎える。おはよう札幌。カーテンを開ける。夜中に雪が降ったのか車が埋まってる。めんどくせえ。雪下ろしでもしねえと一日が始まんねえ。11時からは整骨院。毎日痛くて重たい腰。寝っ転がりながらでもリリック書く。広げるワンページ。録画しててワンピースでも見るか。いやそれもめんどくせえ。今はリリックに集中。スプーンをかき混ぜながらペンを回し言葉を考え生み出す。頭の中の引き出しから探し埋め尽くしライム。一日が始まる。始まったばっかり。これから仕事の人は頑張ってくれ。行きたくねえ、サボりてえ、上司に会いたくねえって思ってて、でも挨拶だけは始まる。おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様はどこ行っても肝心。忘れるな、挨拶の気持ちがいいもんだ。たとえ嫌いな奴がいたとしても仕事のため、そして自分のため。ダメージを食らってもいつかプラスになってくる。ピンチもチャンスに変える。自分次第でこれから先が変わっていく。この世の中で生きてく。うざいほど耳にする聞きたくもないニュース。それでも踏ん張り一日一日戦っていく。てめえを見失わないように。俺もそう。誰かに操作されるんじゃなく自分の意志と足で歩いてく。俺らは脅されるマリオネットじゃねえ。俺もそう。君たちも頑張って自分の意志と足で一日一歩一歩歩いて進んでってくれ。 Yeah、 そんな感じ。 Peace man、 仕事頑張ってくれ。 Come on man。